宮川理科1月7日台は日本の熊本県を中心に活動するローカルタレント。熊本市北区立田出身。2008年10月から2011年9月まで RKK ラジオの耳ミミキャスター34期生として活動していた。なお、2021年現在もリポーターとして耳ミミ号に乗務している。3人兄弟の真ん中で兄と妹がいる。父親は JR 九州 OB で、祖父母も国鉄 OB、OD である。中学生の頃からのグレーファンである。愛称は D 様、熊門にちなんだ、宮門島。かつて大学生の頃から愛用しているという当時の愛車のオーディオが故障した際、同じく RKK ラジオのパーソナリティである泉田達也に交換を依頼、泉田は2017年2月18日、 土曜だ。エゴシだの、サタピン隊中継の合間に、RKK の駐車場で作業を行っており、作業中に出番となり、ポッドキャスト連動、体調コーナーに出演。作業直後にも、サタピン隊、突然、クイズに出演しており、作業に立ち会っていた、宮川も出演している。2021年1月現在、ラジオラジオ CM テレビ CM。 ラジオテレビラジオラジオ CM テレビ CM ラジオ多数、ありがとうございます。